今夜もアルマジロにお集まりいただき誠にありがとうございます。ただいまよりアコースティックナイトパート2を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はですね、12組ご参加予定なので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。そして、毎度なんですけれども、最初皆さんにお知らせがあります。こちら今その上にありますカメラでユーストリームという動画配信サイトで動画をライブで配信しております。でこちらの方なんですけれど、スマートフォン、タブレットなどで本日30日間保存されていますので、またお家に帰ってからもスマホ、タブレット、パソコンなどで確認することができますので、ぜひ皆さんまたお家に帰ってから今日のことを振り返っていただきたいなというふうに思います。それでは本日も早速始めていきたいと思います。トップバッターご紹介したいと思います。山地学さんです。よろしくお願いします。はい、ではですね、今からですね、準備していただきますので少々お待ちいただきたいなと思います。その、では準備していただいている間にですね、少々ちょっとご紹介をしたいなと思います。普段はですね、千葉県の方で活動されている山地さんなんですけど、最近はですね、ここ名古屋で活動されていることが多く、平日は主にこちらの名古屋で精力的な活動をされているとのことです。主にですね、地域の祭りであったり、いろんなお家の展示場であったり、そういうイベント会場などで出演されていると。はい、本日は2回目ということで、参加していただくことになりました。トップバッターということで、笑いありということで、早速このアコースティックナイトパート2の場を温めてくれると思いますので、ぜひ皆さんご期待いただきたいなと思います。そしてですね、最初にはなるんですけれども、資料も、いろいろございまして、ちょっとまた後でですね、ライブの告知など今後の活動もちょっとお聞きしていこうかなと。はい、はい、では皆さんのお手元の今から資料の方を配っていこうかなと思います。ライブ始まってからちょっとお配りしていこうかなと思いますので、本日の順番なんですけれど、今から山地さんに演奏していただきます。その後ですね、リブボートさん、そしてその次に、丸山&永田さん、そしてその次が上園明人さん、その次が真矢之介さん、そしてその次が松本サグランさんの順番で、今のところ演奏させていただこうと思いますので、では皆さん準備の方よろしくお願いします。音の方よろしいですか。声の方はこれでよろしいでしょうか。皆さんラララララ、はい、フライドポテトとかが、おすすめが多かったかなと思います。あと豆腐サラダもおすすめが、おすすめですっていう方も多かったので、ぜひ皆さん、ポテトのチーズ焼きですね。ポテトのチーズ焼きがあるということですので、はい、ぜひ皆さん注文してみてください。はい、すみません、大変お待たせをいたしました。すみません、初めてこの こないつーというのは初めてでございます。お許しください、はい、よろしくお願いします。山地学さんです。お願いします。はい、はい、またいきなり訂正でございますが、山地正則と申します。はい、はい、普段ですね、山地正則ギター歌謡賞、略して山賞ということで、やらせていただいております。どうかお見知りおきいただけたらと思います。先日アコーナイ1の方に行きまして、はい、初めてこちらに来させていただいて2回目でございます。
はい、で、まあ、若干資料の方をお配りしてますけれども、いろんなところでやらせていただいておりますが、大体において敬老会系統が多くございますので、大体平均年齢75歳なんですね。今日はこんなに若い方の皆さんの前で、大変光栄でございます。で、まあ、3曲でございますね。ということで今日は普段のド演歌の世界からちょっと抜け出しまして、オリジナルを3曲ほどやらせていただきたいかと思います。まず1曲目はですね、先日初めてこのアルマジロさんが来させていただいて、あまりの温かい雰囲気に、非常に感動いたしまして、ね、名古屋にはこういった本当にいいライブハウスさんが多いということ、その中でもここが一番すごいというのを実感しまして、感謝を込めましてですね、アルマジロさんのに捧げる歌を早速、作らせていただきまして、名前がアルマジロオーレという歌でございますけれど、アルマジロのママさんに捧げるフラメンコで、はい、フラメンコでございます。早速、だいぶね、前向きで時間が経っていますので、早速やらせていただきたいかと思います。ライブの原点ふるさと、若手も古手も誰でもここでは光る。こんな曲ならみんなに受けるだろうか。カズチャータルさ絶対とレンジ、仕事を終えたらギターを抱えて急ぎ、ドアを開けたらいつものママさんの笑顔。こんばんは、いらっしゃい。俺、ここにみんな通れ、ここの今日の古手は俺、名古屋のアルマジロライブのふるさと。司会のどなたでしたっけ。小林さんのお知らせ聞いて、さあ行くぞの気合を指先に込め、一週間の練習努力が後ろだけ、緊張殺しておすまし笑顔のご挨拶。こんばんは、山椒と申します。よろしくお願いいたします。ここにみんな通れ、今日の徳川は俺、名古屋のアルマジロライブのふるさと。
きなんですけれど、私ね、大変気が弱くてですね、本当はスイッチを入れないとなかなか回っていけないんですけどね、今は皆様に初対面ということで、そのままで行かせていただきましたけれど、普段は大体スイッチを入れています。で、次はですね、恥ずかしながら私の女房に、捧げた歌でございます。結婚25周年になりまして、女房に捧げた歌です。あまりに恥ずかしいのでスイッチを入れてから行きたいと思います。スイッチは今年の干支がスイッチになっております。今年の干支の羊が私の今年のスイッチになっておりまして、まあ、これを入れるとスイッチが入るんです。さっきのフラメンコは力がいきましたけど、ちょっと力不足だったと思います。これが今年の私のスイッチでございます。はい、では女房に捧げる愛妻ロールという、意味は愛妻弁当のロールキャベツですから、ロックンロールでございます。入りすぎてめちゃくちゃになっちゃいましたけどね、気持ちを込めて歌ったつもりですけど、もう本当に女房は思いっきり疑いのまなこでこっちを見てましたけど、1回しか女房の前で歌ったことはあります。引き続きまして、今度はですね、私お年寄りと一緒にやることが多いので、演歌が多いです。演歌が多いんですけど、演歌って、いろんな町の演歌があるんですね。名古屋あんまりないですかね。例えば添右衛門町ブルースとか中之島ブルースとか、なんとかブルースって日本全国多いんですね。私山地って言いますので、土地の名前みたいなのがついてますん で山地正則っていうんで、そのままブルースにしちゃえ、山島ブルースというのを作ってました。時々お年寄りの前でやっております、今日ですね、ここでやらせていただきたいと思います。で、その前にですね、せっかくお祭りの皆様に私のそういったところのお年寄りから通じましたプレゼントがございまして、はい、全然いいですか、ほんの1分だけ余興で、はい、私から の初めてここでやらせていただく、プレゼントでございまして、なんかこう
扇子なんですね。扇子広げると、まあ、夢って書いてあるような扇子なんでございますが、夢を広げるということらしいんですけどね。あの今日お誕生日の方、明日お誕生日の方、明後日お誕生日の方、その次、じゃあ一番今の今今日から誕生日に近いっていう思う人、自分で、はいどうぞ、どうぞ私からのプレゼントでございます、はいどうぞ、はい、すいませんこっちから眩しくて見えないんでございます、こっちからの世界はどうぞよろしくお願いします。話戻りまして、山島ブルースに戻りたいかと思います。次の歌が準備している間に、山地さんにいくつかお話を聞いていこうかなと思います。
演奏してみていかがでしたか。すいません、少し緊張しましたね。やっぱりめちゃくちゃでございましたけど、はい、ただまあ普段あまりやらない自分の曲ができたのでとても嬉しかったです。ありがとうございました。いえいえ、もう本当にトップバッター盛り上げていただいて本当にありがとうございます。さあ、そんな山路さんですけれども、故郷が香川県ということで、ユービアンというカフェや、これユービセン、ね、という足湯が、ある場所、そしてユービ堂というところでですね、弾き語り、そして、健康づくりの活動を取り組んでいらっしゃるということなんですけれども、はい、健康づくり講座というのは主にどういうことをされているんですか。音楽をやりながら、昔でちょっと古いんですけど、365本で回って、水前寺教さんが1日1本右からさ、そういう歌を歌いながらみんなに覚えてもらったり、はい、そういうまあ楽しいリズムに合わせた体操教室を、今は千葉ですけど、まあ月1回なんですけど、まあ、大体30人から40人の方が来ていただいてやってます。なんとか名古屋でもですね、なんかそういう活動がだんだん定着していったらと思ってます。今は名古屋では住宅展示場で子供たちと一緒に歌ったりとか、今のところはそういうこととかが多いですね。住宅展示場で、名古屋だとされているということなんですけど、ね、ちなみに、今後直近だとどこに出演者をされる予定でありますか。はい、次の土日が千葉の盆踊り、盆踊りの踊りの合間の15分ぐらいの間のところで、まあ、演歌をやってくださいという話なので、はい、例えば長崎の鐘とかですね、そういう世界をやって、仕事と一緒に歌おうかなと思ってます。はい、今週末ですね、はい、千葉に出演されるということで、ちなみにお祭りですか。なんというお祭りですか。白旗地区の大盆踊り大会です。白旗地区の大盆踊り大会出演されるということですので、はい、ぜひ千葉に行く機会がございましたら、はい、立ち寄ってみていただきたいと思います。はい、山路正則さんでした。ありがとうございました。もうこういう隙間でですね、フリートークをいつもさせていただいてるんですけれども、準備がもうほぼほぼ整っていらっしゃいますか。もうちょっとですね。はい、ではいつも通りこれ私フリートークさせていただくんですけれども、まあ7月ももう間もないと終わりという夏本番がやってまいります。本当に最近暑いですよね。36度超えたりっていう日も、まあ、ちらほら名古屋でもあって、台風が過ぎて、まあ、台風10号来るのかなと思いきや、温帯低気圧になって、まあ、ちょっと風が強い一日でしたね、今日とか。本当に暑い一日なんですけど、まあ、皆さんちょっと夏に入って、まあ、ちょっと休暇がある方ない方いらっしゃると思うんですけども、ぜひね、熱中症対策などぜひ気をつけていただいて、レジャーだったりいろんな場所で楽しんでいただきたいなと思います。もうこの時期です。もう全然始まっているんですけれど、全国で夏フェスというのが順次始まっております。名古屋ですと大高緑地というところで毎年行われているフリー野外イベントというのも毎年あるんですけれども、はい、こちらももう先月終わって、まあ、今月ももう終わりなんですけれど、さまざまなライブがございました。来月も本当盛りだくさん、たくさんライブがあると思うので、また、ちょっと次のところでそういうお話もできたらなというふうに思います。準備の方はもうちょっと2回するんですけど、あ、よろしいですか。はい、では準備ができたということでご紹介したいと思います。イブボールドさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。私は初めましてリブボールドと言います。本日は短いですが3曲やらせていただきたいと思いますので、ゆっくり聴いていってください。では最初の曲聴いてください。Thank you.
がとうございます。今聴いていただいた曲はシンディ・ローパーさんの Time After Time という曲でした。結構懐かしい歌なのかなと思っています。あの前の結構あのエンターテインメントが溢れていてすごく盛り上がっていたと思うんですが私たちはちょっとしっとりとした曲を聴いてもらおうかなと思っております。ここでちょっとメンバー紹介をしたいと思います。私たちリブボールドといって2人で活動しております。主にはですねカフェなどを中心に、ライブをさせていただいております。まずギターの一輝でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私冬美と申します。よろしくお願いいたします。僕たちの、リブボールドという名前はですねこの中では皆さん賢そうな人が多いので多そうなんで建築家の方がもしかしたらいるかなと思いつつ、なさそうですね。実はですね建築技法でですね皆さんちょっとイメージしてほしいんですけれど、教会とか行った時に天井がアーチ状になっていると思うんですけれど、その建築技法をリブボールドと言います。でそれはなぜかと言いますと、教会で歌われるゴスペルがですね天まで届くようにと、響くようにという形、いう意味を込めて、そういう形になってるんですけれど、僕たちも、一人でも多くの方の心に届けばいいかなと思いてこの名前を付けさせていただいています。ありがとうございます。まあ、日頃はカフェを中心にライブをしているんですけれど、前回ちょうど1ヶ月前こちらに出演させていただいたときにすごくあの温かく迎えていただいて、ちょっとあの来月 ねやってみないと言われて、そうです。なんで、あ、じゃあありがとうございます、よろしくお願いしますということで今日参加させていただきました。ありがとうございます。では続いての曲も、まあ、ちょっとあの邦楽を歌わせていただきたいかなと思います。こちらはですね平原彩香さんの Not a Love Song という曲を歌わせていただくんですけれども、すごくあの歌詞の内容的にはあの地球規模の大きなあのテーマとなっていまして、そのいろんな人に私たちは愛されてきたのか、そして私たちは何をこれから残していけるのか、そして何を伝えていけるのかということを歌った曲になっておりますので、よろしければあの歌詞の方に耳を傾けながら聴いていただければいいかなと思っております。では次の曲聴いてください。So, yeah.
していただいて、そのまま Facebook の検索の方にあの入れていただければ私たちのページが出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。全部自分たちのね、はい、自分たち関連のことかなって思ったら全部あの教会の作りの先ほど話していただかせていただいた響くようなその図形ですから、下の画像がいっぱい出てくると思うんで。では最後の曲聞いていただいて行きたいと思います。最後の曲はですね、私が一番大好きなピンクというアーティストの曲を歌わせていただくんですけれども、2、3年ぐらい前ですかね、三浦春馬と、今武井絵美ちゃんとか、あと郷里香彩美ちゃんとかが出演してて、それで多分ヒットして出てきたと言われてるようなドラマがあるんですけど、フジテレビのそちらで使われていた曲で、とても有名になった曲ではあるので、内容的にはですね、私の人生まだまだ悪くないぞと、いろんなことがあるけどまだまだこれからだぞという思いが、ファッキンパーフェクトというんですけれど、まだまだ全然これから登っていけるんだ、私は強いんだっていう曲を、思いを込めた歌だと、まあ、私が書いてるので歌だとというしかないんですけど、歌でこの際皆さん知らないかもしれないから、私が書きました。私の歌ですこれ、はい。では最後まで聴いていただけたらなと思います。では聴いてください。Yeah.
ちょっと始めまして、ちょっとお伺いしていきたいんですけど、
成した、まあ、きっかけといいますか、まあ、どういうきっかけが結成されるのかちょっとお伺いしたいと思います。やろうかもともとどういうところで知り合った学生時代に知り合ってでやろうかっていうこのなんかぬるい感じでこう学生時代に出会ってぬるっとやろうかと始まったわけですね。そこはなんか部活とかサークルとかでやってたっていうわけではなくもうぬるっと、まあ、近場のライブハウスとかで始めていったという感じなんですね。本当に僕も知っているような曲が多くてすごい、ね、カフェっぽいなっていうのがすごい感じました。すごいゆったりとした時間が流れて心地よかったなと思いました。ぜひまた来月も参加していただければなと思いますのでよろしくお願いします。リブボルトさんでした。ありがとうございました。先ほどですね、リブボルトさん、Facebook のページがあるということで検索かけてみたんですけど、はい、ちょっとカタカナではちょっと引っかからなかったみたいで、RIBVAULT と検索をかけていただきますと、Facebook のページが一番上に出てきますので、もしよかったら皆さんチェックしていただけたらというふうに思います。準備していただいてるんですけど、先ほど、ライブがあると言ったんですけど、準備できちゃいました。全然いい、はい、まあ、準備ができてしまったということで。いや、してない、してない。あ、お願いして、はい、まだ心の準備ができた。心の準備ができない。喋っちゃって大丈夫ですか僕。今回ね、10年間たくさん参加していただいているのでちょっとご紹介したいなと思うんですけど、心の準備はよろしいでしょうか。あ、いいですよ。あ、大丈夫ですか。はい、ではご紹介したいと思います。丸山さんと永田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいませんけどね、僕永田じゃないんです。永谷さんなんです。永谷さんです、はい、ちなみにお父さんじゃないけど。あ、皆さんこんばんは。アルマジェロ2回目の登場です。人前で歌うのも2回目ということで、なんか前に変なおっさんがいましたけども、ああいうエンターテインメントとは全然違いますから、全く、素人の、まあ、ギターと歌ですから、まあ、気楽に聴いてください。ライブ活動とかなんかは一切してません。もうあと10年しか生きられないので、思い多分ね、もう無理だと思います。ということで、じゃあ最初はですね、思い出がいっぱいという、H2O が歌った歌です。はい、H じゃないです、H2O。はい。だったといつの日か。
う時が来るのさ。2回目なので今回はもうちょっと落ち着いて歌えるかと思ったらやっぱダメですね。いやいやダメダメ全然ね、足が震えとる。やっぱりこういうのはね離れだね。やっぱりねこう見えないの、みんなのことが全然ライトだからね、どんな顔して見とるかなと思ってね、それを考えとるとね緊張してしまう。戦後70年、私生まれたの昭和22年だから戦後1年半で生まれたんですね。生まれたのは岐阜の山奥の、平大阪っていうところです。下呂と津賀山のちょうど中間ぐらいですね。そこで生まれてですね、もうずっと行ってないので今どうなってるかちょっとわからないんですが、まあ、そんな戦後70年を迎えて昔のことをちょっと思い出して歌ってみようかなと思います。思えば遠くへ来たもんだという海援隊の歌ですけども、これがね実は前回やる予定だったんですけども、あんまりうまくできてないので外したんですね。でそれからちょっと練習したけど今回もちょっと閉じるかもわからんけども、まあ閉じたら勘弁してください。
しながら遥かな旅路を夢見てた。思えば遠くへ来たもんだ。ふるさとを離れて6年目。思えば遠くへ来たもんだ。この先どこまで行くのやら。こんな釣りする人の影、川面に一つ浮かんでた。風が吹くたび揺れていた。形になったばかりの僕は出た女を責めながら、いっそ死のうと泣いていた。俺は一度と信じてた。思えば遠くへ来たもんだ。今では女房思えば遠くへ来たもんだ。あの頃を恋しく思い出す。喋りすぎて見かけの子に怒られたんで見かけの子違った、違った、そう立派になったね。じゃあ、3曲目、
聞いてると思ってギターが下がってくるんだ。それではあのスピッツの、変えてっていうか選曲が若いですか。え若い68だわ。
そして中谷さんでした。ありがとうございました。それでは、続いて登場してくれるのは上園明人さんです。そしてその次が綾野さん、そして松本さくらさんと続きますので準備をよろしくお願いいたします。さあ、ここで、ちょっとお話の方をお伺いしていきたいんですけれども、丸山さんに伺った方がよろしいですかね。では、お話を伺って、はい、ありがとうございました。もう一生懸命歌っていただいたということで、はい、お疲れ様でございます。久しぶりにまたこのステージに来ていただいたんですけれども、やっぱり緊張されました、ね、喉かいやもうそれだけ全力で歌いきれたということは、まあ、素晴らしいことですね。途中で足がちょっとプルプルしてるということだったんですけど、そうですよね。ギターあるあると言いますか、ちょっとね、ギターのお尻をちょっと膝の上に、太ももの上に、ああ、ボックスですね、わかりました、ご用意しておきます、はい、あれ置いてたらちょっとプルプル止まりました。あ、でもやっぱ緊張じゃなかったんですね。ちょっとギターを支えるのがちょっと大変だったと思うので、足が足腰がちょっと、まあ、この時期とかでもきついんじゃないですか。きついですよね。熱中症とかで気をつけていただきたいんですけど、ギターを触られてたのはどれぐらいなんですか。本当にやり始めてね、去年の11月から10ヶ月くらい。月にどれぐらいギターを触るんですか。彼と練習するのはね、月3回、1回3回、1ヶ月に1回、1回1時間半で3回、あ、1回30分ね、練習する。いやいやいや、もう立派に演奏していたと聞いていると思うんですよ。ギターを始めてみて何か変わったことってありました。楽しい、うん、で次から次とこういろんな曲をね、まあオリジナルじゃないけどこう今日歌ったみたいなやつをどんどんこう、あ、これ歌ってみよう、これ歌ってみようってやるじゃないですか。本当なんだよ、ね、そうなんですか。隠して次回用にあ、それをどんどんやっていくとさ、ね、楽しいじゃないですか、人生ね、人生が豊かになること。いや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 、10年が目標だ。10年目標ということなんですけど、いいですよね、もう人生を変えるきっかけにもなるわけですからね。ではちょっと今度やってみたい曲をお伺いしようと思ったんですけど、ちょっとまあそれは秘密という感じなんですけど、オリジナルを、お、次回はオリジナル曲を演奏していただけるということで、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思うんですけど、丸山さんが目かけの骨折、あれは違うんですよね。そうかもしれない、そうかもしれない可能性もあるってことなんですね。お、言われてみればあ、そういうことなんですね。じゃあもう本当かもしれないっていう可能性がありますね。いやでも丸山さんも名古屋さんとずっと演奏されてますね。どうですか、普段の練習してる時の長谷さんはどういう感じですか。このままの、もうこのままの感じですか。逆に普段練習してる時の丸山さんはどういう感じですか。このまま、お互いこのままもうその時の練習の感じがそのまま出せていると、もう素晴らしいことだと思います。はい、じゃあ、そうですね、でも本当フルの曲な感じ
そうなんですか。そんな違うとは思えない。すごいフレンドリー。ぜひ来月はオリジナルソングをやっていただくという期待していただきたいなと思います。丸山さん、そして永谷さんでした。ありがとうございました。さあ、続いて上園亜紀さん登場していただくんですけど、準備の方はバッチリと、上園亜紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ1曲目、元気が出る曲いきます。
中学校の時の女の子の気持ちを歌った曲です。ある女の子が、まあ、幼馴染に恋をしてしまって、まあ、どうしていいか分からないということを歌った曲です。まあ、新曲なんで結構間違いが多いと思いますけど、まあ、温かく聴いてください。よろしくお願いします。教室で見ているあなたの姿は、私の目の上大きく見えた。ブランドかけているあなたの背中は、全てを照らす光に見えた。いつもそばにいたから、私には気づかなかった。背中私を追い越して大人になってた。光り輝くあなたの姿は、どんどん遠くに行ってしまう。近づこうとも近づけない。昔みたいにもう遊べない。この想いを胸に隠して、これからも
11時から8月2日日曜日の、カレーのハイウェイオアスで11時から、11時から30分間のライブがあるということなので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思います。今日新曲やられてたと思うんですけど、はい、ちょっと曲名もう一度お伺いします。いつの間にと、こちらも今度のカリアノワスのライブでやられる予定なんですか。ちょっと考え中です。まだまだこれからいろいろ練習してからどうするか。うん、じゃあまだこれからカリアノワスではどういう曲を演奏しようかっていうのをまだ考え中っていう感じですね。本日最後やっていただいた曲は確実に演奏しようかな。カレーのハイウェイオアシス、そしてまたこうアルマジロでも、ね、来月参加していただけると思いますので、はい、皆さん一緒に運んでいただきたいなと思います。それでは上戸のあきこさんでした。ありがとうございました。